Good morning, New York! NYJK! Real Talk Radio! ニューヨークルナ FM からお届けしています、大橋小雪の見えるラジオです。この番組はニューヨークと宮崎で放送しています。ラジオ番組の収録を中心にゲストを迎えてお送りしています。ということでですね、今日は、NYJK リアルトークレディオ、こちらのですね、ポッドキャストの収録に入らせていただきます。ということで、いつも担当いただいています、NYJK リアルトークレディオ、ニューヨーク情報共有の管理人の田中慎太郎さんです。慎太郎さん、こんばんは。こんばんは。外ですね、これ。そうなんですよ。昼から出かけてまして、はい。今日のあのね、時間がもう決まってたんで、家に帰れなさそうだなと思ったんで、今、ブルックリンのサンセットパークにあります、インダストリーシティというところに、はい。立ち寄って、まあ、そこから、参加しております。わかりました。はい、じゃあ、そこからレポートをしつつ、ポッドキャスト番組の収録っていう形で、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、サンセットパークインダストリーシティ、私1回しか行ったことないんですけれども、はい、ここってできてどのぐらいなんでしたっけ？詳細はわかりません。でも結構前からあるんですけど、ここってもともとなんか海運業というか、そういうのがポートがあって。そこの事務所みたいのが10連ぐらいのビルがあるんです。そこを使ってないというか、もうほとんど使われてなかったところを改築して新しく、アートスタジオだったりとか、デザインスタジオだったりとか、そういったものから普通の会社とかそのオフィスとかも入ったりとかして、でかつ地上階には食品とかいろいろなお店が入って、すごく最近のこうなんていうんですかね、ブルックリンのトレンドといいますか、そういうのをこう感じさせるエリアで、すごく面白い場所なんですね。もう一つがジャパンビレッジという、こちらにいる方はご存知なんですけども、サンライズマートっていう日系食料品店のお店が入って、日本の日本食のお店っていうのがそこに入っていて、でまた将来的には2階というか上階で日本から招いたお店とかがちょっと日本の特徴的な品をこう販売するようなスペースも作る予定だったと思うんですけど、今は多分まだそこまでは進んではいないですけど、いずれにしてもそのジャパンビレッジというのがあるんで、今日は我々というか田中家は年末年始のちょっとこう食品を買いに寄ったという感じで、今ここにインダストリーシティに来てます。私そのジャパンビレッジができたっていうことでインダストリーシティを確か初めて知ったんですけど、ジャパン時代も確か1年半とか2年ぐらい前、そうですね、そのぐらいですね。そうですよね、そう、もともとインダストリーシティって僕はすぐ近くに住んでたんで、以前結構ちょくちょく来てたんですけど、なんかいろいろブルックリンの面白さっていろいろこう新しい試みがどんどん進んでいくのをちょっと見ながらのが楽しみなんですけど、ここはですね、もう一つアメリカ人の方がやってるんですけども、ブルックリン蔵という日本酒の蔵ができたりとかっていうのも実はすごく面白いことが起きてるっていうので皆さん認知してると思うんですけど、おすすめのポイントはたくさんあります。すごいですよね。まず聞きたいのが、私、はい、そのこっちにいるニューヨークの日本人はもうよく知っているサンライズマート、はいはい、一回だけね、そちらのインダストリーシティの中では行ったことあるんですけど、はい、かなり綺麗ですし品数も豊富ですし、そうですね、広めですよね、確かね、うん、そうですね、今実は40丁目か41丁目かにあるサンライズマートは新装開店してかなり大きくなったんで、多分規模的にはもしかしたらそちらの方が大きいかもしれないですけど、こちらも割と大きくて結構品揃えも良くて、で今ちょろっと見てきましたけど、ね、お正月関連の品物とかがもう専用棚とか作ってて、すごく便利そうになってます。
どの程度のそのお正月の品揃えとかありました？そのかまぼことか伊達巻き、もちろんもちろんもちろんだと思うんですが、うん、それ以外でその切り餅とかってもう出てるんですかね？切り餅はちょっと通っただけなんで見てないですけど、割とこうね、皆さん知られてるようなこう気分のあのお正月のいろいろあるじゃないですか。はいはい。グッズというか、うん、そういうのはその専用棚になって作られてましたね。そうですか。おそばの人はこれからですよね、はい、多分ね。そうですね、多分。まあちょっとまた後でゆっくり見ますけど、あの、はい、その辺はまあそのうち出るんじゃないですかね、まあ、ちょっとわかんないですけど、ね、うん、いやでもちゃんとお店も普通に営業はされてるんですよね。そうですね。ほう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 。で、あとなんかお寿司屋さんとかも確かあの辺飲食系かな、フードコートみたいなのもあったと思うんですけど。そうですね。ただ今はそのインドアが閉まってるので、うん、どの程度ちょっとやってるかっていうのはあの正確には分かんないんですけど、でもまあアウトサイドは今のところまだ OK なんで、あのその手前にある、まあ、同じ系列だと思うんですけど、なんか居酒屋さん的なあのお店とか、まあ、空いてますね、はい、今見た限りは。そうですか。うん、アウトドアで今営業してるっていうことですか。そうですね。あのこれビルが、はいはい、10連あって、その2つビルがその中庭が割とこう、はい、憩いスペースみたいになってるんですよね。こう、うん、あ、わかります。なんで、うん、大丈夫。そこがあのダイニング の, あの場所として使われてるような感じになってますね。ほう、今日多分今の気温で何度ぐらいなんだろう、5、6度、もうちょっと寒いですか。まあ、若干寒くなってきましたけどね。寒くなってきました、うん、でもちゃんとあの営業されてて人も飲食されてるっていうことで。そうですね、あのちらほら。はあ、いいですね。でもね、そうやってまあ寒い中ですけど営業してっていうところで、うん、うーん、で隣のレンに行くと中庭があって、そこにあのスケートリンクがあったりするんで、そこをまたあの面白いですね。スケートリンクもそこってあるんですか。あります、あります。あの実は昨日ですね、はい、このラジオの中で私、はい、ブライアントパークに行ったので、その動画を実はシェアしてるんですよ、この場所で、はい、で、ブライアントパークツリーいつもよりちっちゃいなっていう雰囲気があった。規模的にはどんな感じですか、そのスケートリンクとか。あ、すごいちっちゃいですよ。あ、そうなんですか、はい。でも、まあ、移動してみましょうか。あ、いいですか、見たい。隣のレンですけど、はい、はい、ちなみに、はい、この辺ちょっと屋内とか通りながら、ちょっと楽しそうじゃないですか。ただイルミネーションも結構充実してる感じはしますよね、そこね。そうです、そうですね。そのサンライズマートとか、やっぱり日系人にとってはなくてはならないね、飲食店というかスーパーだったりしますが、それは今慎太郎さん中に入ってきましたよ。中ですね。ここは、シャディーズっていうあのちょっと高級食材店と。営業もちゃんとしてるんですね、普通にね。してます、してます。で、ここが実はちょっと面白いのが、うん、はい、あのライラックっていうチョコレートがあるんですけど、そこのあの工場が、あのちゃんと稼働してる時っていい香りしますよね、確かそこね。あ、 今もいい香りしますよ。あ、そうですか、はい、結構今ちょっと一回外に出ます、はい。そこって何時まで営業してるんですかね、今ニューヨーク、ね、さっき調べたところでは、はい、サンライズマート8時ぐらいまでやってそうですね。ん、結構遅くまで営業してるっていうことは利用してる方も多いんでしょうかね。そうでしょうね、うん、あの近くの方はいらっしゃってるんじゃないかと思いますけどね。なるほどね、うん、ていうかこれか、はい、あれですね、そういえばあのラジオも兼ねてるからそうそう、これだ、これ成立しますかね。いや、成立させましょうよ慎太郎さん、これホットキャストの方の編集、慎太郎さん、はい、ちょっと今ですね、はい、ビルディング5と6の間の中庭に来てますね、うん、5と6っていうのは真ん中あたりになるんですか。そうですね、はいはい。でここがですね、まあ閉まってはいますけど、あのブルックリンクラの、あ、開いてんのかな、あ、閉まってますよね。ブルックリンクラって、その先ほどあの話した日本人の、はい、日本人の方ではないですけど、アメリカ人の方で、そのまあブルックリンの水とアメリカの米とかを使って、はい、あのやってます、はい、で今日本酒を売っているんですか。あ、日本酒をここで作って売ってます。かなり美味しいですよ。
あ、飲んだことない。あ、それは飲んだ方がいいですね。酒飲みとしては損してますよね。いや、本当に本当に美味しいです。へえ、はい、私クイーンズなので若干そちらまで行くのって遠いんですけど、はい、あ、まあ遠いですよね。あの、他では売ってないんですか？そこでしか売ってない。売ってます、売ってます。多分あのある程度のところだったら行けば売ってると思います。慎太郎さんのおすすめの日本酒は何ですか？そのクラさんの。ちょっと今思い出せないんですけど。ナンバー14っていうのが、はい、あのスタンダードなお酒なんで、それは間違いないですね。ただいろんなあの新しい種類も売ってるんで、はい、いろいろ試していただきたいですね。でちょっとわかるかわかんないですけど、ここ僕の後ろがあのスケートリンクになってます、はい、おお、わかりますよ、わかりますよ。今もう閉まってますけどね。でもそこそこ広いんじゃないですか？そう、どのぐらいですかね。なんと表現したらいいかわかんないですけど。ちょっと無料で す。いや、無料じゃないですね、有料す。いいですね。結構でもアイススケートリンクは人集まってますよね。やっぱり室内で遊ぶことができないからっていうのもあるのかもしれないですけど、うん、なんか最近だと週末に来たのかな、週末に来た時は割と並んで、はい、ましたね。で、冬場はスケートリンクですけど、夏とか春とかっていうのはどんな感じになってるんですか、この場所？もう普通にあのスペースで、まあ結構広いスペースなんで、子供連れの家庭とかが結構来てて、で子供遊ばせてる感じですかね。ん、靴も貸してますし、ちょっといくらかわかんないですね。なんか昨日ブライアントパーク行った時も結構人いましたよ。ああ、でもまあまあね、やっぱアクティビティがちょっとね限られちゃいますからね、やっぱりスケートとか。ちなみにちょっと僕の後ろに、はい、見えますかね、なんだろう、ですね、ここが実はそのブルックリンクラブもそうなんですけど、あのいろいろお酒を売ってるところがあって、はい、一つおすすめはですね、ビッグアリスっていうあのビールのあのブリュワリーですね。で、あの元々はあの LIC、ロングアイランドシティにあるブリュワリーなんですけど、ここはあのバレルルームってあのなんですかね、樽で醸造するのをやるところなんです。ここでもう普通にあのビールが飲めるんで、あのここはもう本当週末になると来るぐらいの感じの場所です。そうですか。はい、ここなんか お酒好きにはかなりいい場所じゃないです。そうですね。日本酒あるし、ビールあるし。そうなんですよ。日本酒あるし、ビールあるし、あとウイスキーとか持ってるし、ここで作ってるのかな。なんかちょっと以前お話聞いたんですけど、あんまちょっと詳細忘れちゃいましたけど。はい。ウイスキーも作ってて、あとジンジャーの、はい、インフューズドしたあのお酒もここで作ってるのがあるんですよね。あ、こんなにいろいろあったんですか。私一回行っただけでなんかそこまで把握しきれなくって、サンライズでお買い物して帰っちゃいました。でまた別のレンだと、はい、あの食べ物のあの場所もあったりするんで、それもそれでなんか普通に食べられますし、はい、でまだアウトドアが大丈夫なんで、まあここでその外にちょっと僕の後ろにどれだけ見えるかわかんないですけど、あ、音楽もやってますね。ビニールシートかなんかの中に人がいますか、それ？あの外に、まあここ中庭でオープンスペースになってるんで、はい、まあ、自由に座ってって感じです。へー、音楽もいい感じじゃないですか。この見えますかね、これインテンスっていう。あ、いいですね。ここがあのジンジャーのインフューズドのお酒を売ってるとこで、あのいろんなカクテルとか売ってますね。うーん、はい、すごいですね。なんか慎太郎さん、Facebook いいねついたりとかコメントをいただいてます。はちみつさんってたまにコメントくださる方なんですが、そこニューヨークですか、真っ暗ですね、
そう、もうよく夜だからね。暗い。はい。外に、夜で外にいたんで、まあちょっと致し方なく暗いですけどね。暗いですね。そう、日本はあれですからね、朝ですからね、やっぱりそのギャップみたいなのを感じるんでしょうけど、そうですね、いいですね、でも、そこ。そんな感じでお届けしましたけど、はい、OK です。いかがでしたでしょうか。はい、OK、はい。はい。こんな感じの、はい、場所です。はい。はい、わかりました。ありがとうございます。そんな感じよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。OK です、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、失礼します。はい、またこんな感じでレポートなども入れていただきつつ進めていきたいなと思ってます。というわけで、大橋小雪の見えるラジオニューヨークルナ FM です。まあ、12月実験的にということで始めてきましたが、結構ゲストさんとかでね出ていただけそうな方がいますので、来月も引き続きやっていこうかなというふうに思っております。というわけで皆さん、お付き合いいただいてありがとうございました。日本の皆さんは良い一日をお過ごしください。そしてニューヨーク、アメリカの皆さんは素敵な時間をお過ごしください。それではまた明日です。ありがとうございます。田中メディアラボ。